ここに乗って調べる。押すだけ。いや、怖っ。え拘束する意味は何？あ、なんか USB ケーブルで繋がれてる。なんかハイテクとアナログが融合してんだよな。そのアナログの部分どうにかなら。うわ、怖っ。こりゃリンクにしかできねえよ。これもともとは何らかの罰を与える目的で作ったとかじゃないの？悪いことしたやつへの仕打ちじゃん。いやでも上空まで来てしまうと気持ちいいね。でプラパッドをかざしてマップ情報をスキャンする。ちょっとアナログの部分残ってんだよな。全部ハイテクである。地上の周辺マップを登録しました。あーでも最初に登録されるのがこのハイラル周辺か。前作では最も危険な場所だったけど、この周辺が。今回はこっから始まるのね。なんかちょっとエモさを感じるね。続いて空の、空のマップもスキャンしてくれんの？周辺マップを登録しました。うわ、すげえ。アナログ部分どうにかしてくれないかな、それにしても。うわ、気持ちいいな。で、このままだと地面に叩きつけられて死なんだけど、今のリンクにはこれがあるとパラセール。これこれこれ欲しかったわ。でもなんかパラセールでこのまま城に行くこともできちゃいそうじゃない、距離的には。いや、ちょっと行かないけど今は。一旦プラのところには戻ろう。一番高い場所からパラセール使ったらなんか城行けちゃいそうだったけどな。よいしょ、これで安全に着陸。見てたか、プルは。おかえり、いい飛びっぷりだったわ、さすがリンクね。あれ、他の人間にやらすなよ。絶対に絶対に他の人間にやらすんじゃねえぞ。やりかねないからな、この人。で、どう？ちゃんとマップスキャンできた？うん。ならよかったわ。これからの調査にはマップは必要不可欠。眺望台は世界各地に設置してあるから自由に使ってちょうだい。まあそうか、新しい場所に行くたびにあれやんのか。でここからが本題よ。天変地異が起こってるのはここだけじゃない。今ハイラル全土で異変が報告されてるの。ちょっとマップを見せてくれる？まあマップこの辺しかないですけど。あ、まずはここから北西の方にあるヘブラ地方。あ、リト族の村がある場所だな。なんか大変なんでしょう、リト。新聞にそんなこと書いてあったけど、次はここから北東の方にあるオルディン地方。あれかな、デスマウンテンがあるあたりかな、火山。そしてここから南西の方にあるゲルド地方、砂漠ね。最後はここから東の方にある ラネール地方、ゾーラ族の里がある場所だ。異変の場所はこの4つの地方に集中してるのよ。またその4箇所か。うん。確証はないけど、異変を調べることでゼルダ様への手がかりがつかめる気がするのよね。まあプラの勘は当たるでしょう。そういえばプラ先生、これは噂ではありますが、北西のヘブラ地方にあるリトの村で、わ、なんかそのね、やたらとリトの方に行かせようとするな。リトの村でゼルダ様の目撃情報があったって聞いたのです。うん、噂か。本来なら不確実な噂に振り回されるなんてあってはならないんだけど、今は噂だって貴重な手がかりの一つだもんね。うん。そうだリンク、ちょうど新聞社の方にもゼルダ様捜索の協力をお願いしてるの。彼らほどハイラルの情報を持ってるところはないからね。うん、新聞ね、最近できたって聞いたけど。新聞社はリトの村の手前にあるから近くに行ったら、そこの編集長に会っておくべきね。きっと力になってくれるはずだから。私も引き続き天変地異によって引き起こされた落下遺跡や深穴、あとは人の出入りが多い集落なんかを調べて姫様への手がかりがないか探ってみるわ。ええ。いや、なんかほんと相棒のように働いてくれるじゃん、今回は。だから異変の調査は頼んだよ、リンク。ゼルダ様は必ず私たちで見つけ出すんだからね。うん、この二人はさすがに。お互いを信頼してそうな気配を感じるわ。
リンクにとっては命を助けてもらった恩人だし。で、前にも読んだ新聞だけど、この人が読んでた記事だよな、リト族の村のこと。ちょっと改めて見てみるけど、トップニュース、大寒波襲来、リト族存続の危機。もうなんかやたらとリト族の場所に行かせようとするね。大寒波の影響で食糧難に苦しむリト族、リトの村は陸の孤島と化している模様。いや、こんなんもうリトの村に行く理由しかないもんな。どうしようかな。まあ4つの場所で異変が起こってる。もちろんどっから行ってもいい、それどころか全然関係ない場所を冒険してもいいっていうゲームだけど、でも俺割と教科書通りにプレイしがちな人だから、リトの村まずは行ってみようかな。あー、でもかかりこ村とかも行きたいな。マップの今いる中央ハイラルから右下の方、この辺じゃなかったっけ、この辺にかかりこ村という場所があって、さらにもうちょっと右側の方に果ての村っていう場所もあったはず。この2箇所は、まあ、前作ブレスオブザワイルドで深く関わった場所なので、そんなに遠いわけじゃないから、ちょっと行ってみたいなという感じはあるね。様子を見ておきたい。それ行ってみようかな。まあパラセールも手に入ったしね。あとはまあ右腕の力、この画面見るとあと2つあるみたいだから、まあ新しい力手に入れるためにとにかくストーリー進めていくっていうやり方もありなんだけど、でも寄り道を楽しむことこそこのゲームの本質みたいなとこもある気がするので、いろんなとこ行きたいんだよな。なんか吹き出し出してるな。なんかこの吹き出しに赤いびっくりマークがついてるあの状態って、サブクエスト的なのを受注できるやつだと思うんだけど、この2人はさすがにメインキャラだからちょっと気になるな。 Hey you! You のプラパッターパーフェクトには not yet! あ、また同じこと言ってるこの人は。あ、口挟んできた、ジョシュア。ロベジーって言ってたな今、ロベリーのこと。おお、ノー、そうじゃった。で、なんじゃったかの。もう地底調査に行きたいって話なのです。お話聞いてくれないならもうジョシュア勝手に深穴に入っちゃうのです。そうだけはノーグッド、絶対ダメじゃ。地底は深穴の底で見つかった広大な空間、調査もほとんどできとらん。何があるのか見だってインタレスティン、興味津々じゃ。しかし同時にベリーデンジャラスな場所でもある。そんな場所にジョシアちゃんを行かせるわけにはいかん。プラの秘蔵庫に何かあったらミーはジエンド、終わりじゃ。まあ殺されるでしょうな。この人を模した絵を調べれば地底のことがもっとわかるはずなのです。ん？人を模した絵とは？あ、ケン様、話し込んじゃってすみません。あ、今説明が出たってことはこれ大事な話だな。サブクエスト的な吹き出しだったけど、ちゃんと大事なことでもありそう。人を模した絵っていうのはですね、調査隊が地底を調べた時に持ち帰ってくれた収集物の中にあった、あ、その辺のもの。そうなの？このかけらに描かれている絵のことなのです。あー、これだけじゃわからんな。2本の足で立ち、片腕を振り上げているこのフォルム、人に見えませんか？まあ人型ではある。もしこの絵が本当に人を表しているなら、地底に人が、あ、はあ、なるほど、地底人の存在を示すものであると。あ、研究者っぽい。地底に人が存在していたという証拠になるかもしれないのです。だから地底を調査したいのね。だから地底に行ってこの絵に描かれているものと同じものが残ってないか直接調べたいと思っていたのですが、でも正気があふれてて危険なわけでしょ、地底は。ロベジーが危ないからって、いや、そりゃそうだよ。これはロベジーの肩持つよ、こっちだって。危ないからって深穴の中に入らせてくれないのです。なあ、ロベジー、危険だよな、ジョシュアちゃん。わかった、ではその人を模した絵の調査はミーと俺じゃないよね、まさか俺リンクに任せるぞだと思ったぜ。
優が持っとるプルアパッドでその絵と同じようなものを探し、写し絵に収め。え、写し絵機能ってまだ解放されてないよな。ジョシアちゃんに見せる。どうじゃこのパーフェクトなプラン。写し絵？ほう？要するに写真機能だよな。なんじゃ写し絵を知らんのか？プルアパッドの基本機能じゃぞい。写し絵は好きな景色や対象を絵にして残せるグレートな代物じゃ。さてはユウ、まだプルアパッドを使いこなせていないようじゃな。まあいい、使い方を教えてやるから。ああ、写し絵も使えるようになるってこと？ついてくるんじゃ。地底には魔物もたくさんおるからの、ボディーガードも頼むぞい。そうじゃな、この監視砦の南にある深穴から入るとしようかの。ミーは先に行っとるから、準備ができたらユウも来るといいぞい。See you soon じゃ。あ、ちょっとロビージー、行きやがった。まあでも実際な、深穴は正気が溢れてて危険なわけだし、リンクみたいな人間じゃないと、まあそんな人間いないけど他に。まあ適任なのはリンクしかいないよな、当然。行っちゃった。なんだか剣士様を巻き込んでしまってごめんなさいなのです。ロベジーはジョシアのことになると後先考えずに行動しちゃうのです。せめてこちらをお受け取りくださいなのです。あ、なるほど、地底調査するなら。そうだよな、暗そうだもんな。今までたくさん集めてきた明かり花が、明かり花の種が役に立つってことだ。それからこれも、お、木の矢。深穴はかなり深くて地上からの光も届かずで真っ暗なのです。明かり花の種を矢で飛ばせば、なるほど、離れたところを明るくできるので試してくださいなのです。ロベジーが向かった深穴は監視砦の南門からまっすぐ進んだところにあるのです。写し絵のことはよくわかりませんが、人を模した絵のこととロベジーのことよろしくお願いしますのです。ちょっと喋り方かわいいな、最初は癖あると思ったけど。ジョシアちゃんね、ロベジーはやたらと可愛がってる様子だね。え、自分の娘だったり孫だったり、孫ではないか、そういうのじゃないよね。でも人物図鑑みたいなの、ああ、あったな。ジョシュアちゃんはその見た目と裏腹に皆が一目置く天才少女にして。あ、そうなんだ、天才なんだ。地底研究の第一人者、プルアに強く憧れており、共にゼルダ姫の手がかりを探すことに大きな喜びを感じ、日々地底の情報集めに勤しんでいる。別に誰かの血縁とかそういうことは書いてないね。はあ、ラウ君の情報もあるじゃん。異形の右腕の元の持ち主にして、初代ハイラル王と同じ名を名乗る人物。いや、本人でしょう。ゼルダからリンクのことを聞いていたというが、多くの事情を語らないままに消えてしまった。そうよ、俺がずっと言ってたことよ。さっさと情報全部開示しろと。全然明かさないまま消えやがったからな。ちゃんと公式で書かれてる、これ。安心したわ。ちゃんと公式でそういう扱いになってるわ。多くの事情を語らないままに消えてしまった。まあでもこれはやった方が良さそうだな。なんかそこのさ、避難号の中にもさ、そのびっくりマーク付きの吹き出し出してる人いたりして、まあこういうサブチャレンジみたいなの、前作ブレワイでも無数にあってさ、全部動画内でやってたらキリがなかったりするんだけど、でもこういうね、ロベリーとかジョシアちゃんとかメインキャラクターが関わってるものはやっておきたいので、その深穴行ってこよう。てかもうあれだよな、ここの祠には行ったんだから飛んじゃえばいいんだよな。ああ、ワープができる、便利ー。さあ、ロベジーいるか。あれ、ロベジーいねえじゃん。そこの人はこの間も見かけたよな、こいつ。ロベジー来なかったか。わわわわわ、まあまた君、だからダメだって、穴を覗いてる人に急に声かけちゃ英雄やぞ。今ゾナウ調査隊の仲間がこの深穴に入ってるんだ。俺が足を滑らせて中にいる仲間の上に落ちちゃったらどうすんだよ。次から急に話しかけるんじゃないぞ。こっちは丸一日調査で大変なんだから。てめえ、雲の上から落ちたことあんのかよ。
本当に大変なことしてるマウントだったら負けねえぞ。え、これ、あ、降りていいのか、もしかして。もしかして、いいのか。今だったら、パラセール持ってるもんな。行くぜー、飛び込めー。で、出たくなったらもう、ワープができるから、こういう祠とか、さっきの拠点に、ワープで飛んでいくことは可能。で、この辺で、パラセールよ。はあ、あ、いるか、ロベジー。ロベジー、あれ、ロベジーいねえじゃん。ロベリーさん、どこまでって。ああ、な、一緒に来たの。あなたがリンク様ですか。お初にお目にかかります。私はゾナウ調査隊のハキーノと申します。礼儀正しい方もいるね、上のやつと違って。ロベリーさんからあなたが来たら自分のところまで案内してほしいと言われたんですが、急に連れてこられたもので、明かり花の種も尽きてしまい、準備不足、シンプルに見失ってしまいまして準備不足。あの明かりの方に向かわれたと思ったら、そのままどんどん、あ、なるほど、あの焚き火を追ってけばいいのか。西の方に向かって行ってしまったようです。リンク様、明かり花の種はお持ちですか。そこそこ持ってますよ。それならよかった。ここは地上の光が届かない真の闇、光源なしで立ち入ることは命の危険性もありますからね。そりゃそうだよな。明かり花の種は洞窟で簡単に手に入りますし、衝撃を与えれば光、扱いも簡単です。空島で学びましたよ、その辺のことは。ゾナウ調査隊から。我々ゾナウ調査隊にとっても必需品で、手に持って投げて光らせてますよ。はいはいはい。おう、まあ任せとけって。弓の得意なものなら矢につけて放ったりしてますけどね。おう、いちいち教えてくれる。ああ。地底を探索されるのであれば十分にお持ちになっておいた方が良いですよ。結構いろんな場所で拾ってるからね、明かり花の種。結構持ってんじゃないの。74個も持ってる。で、あ、なんだすいません、自然とこの辺の荷物勝手に開けて持ってこうかなって思っちゃったんだけど、できないのか。で、じゃあまずは向こうの焚き火、あそこに向かってみよう。で、一応練習しとくと、植木でアイテム一覧が出て、あ、違うか、こっちか。はいはいはい。R キーで、R ボタンで物を投げる構えにしてから素材を選んで、はいはい、その状態で明かり花を投げれるようになると。なるほどね。これちょっとショートカットで、なんか知らない生き物いる。あ、まあ、そっか、そりゃ地底だもんな。地上にいない生き物がいて当然だよな。いけるか？闇ホタル。はあ、暗い深穴に生息している連なる羽を持つ虫。まあ当然だけど、生態系が全く違うわけだ、上と。植物とかもそうだよな。地上の植物とは全く違うけど、でも植物自体は存在するんだね。木とか草とか普通に生えてるけど、日光届かないわけじゃん。太陽光は届かないのに植物は育つんだ。はあ、どういう環境なのか全くわからないね。正気の影響なのかな、こういう生き物や植物が育つのは。地上の常識は通用しない場所だね。で、さっきと同じようにこれで、はいはいはい、これもうちょっとスムーズに出せるようにしときたいな。明かり花の種投げて、一旦ここに来たはず、ロベジーは。鬼塩寺の根。なんか、ロケーション判定されたけど、あ、これちょっと軽い気持ちで来ちゃったけど、結構大変そうだな、地底世界。え、じゃあね、マップどうなってんの、地底って。いや、ちょっと待って。あ、切り替えられる、マップを。空、地上、地底。嘘だろ！地底世界も地上と同じ広さあるってこと？そういうこと？めちゃくちゃじゃん！このゲーム。同じ広さの地底マップあんの？とんでもないな。あ、これもしかして、ロベジーが残したメモでは、Hey you！文章でもそのノリなんだ。
ここは地上からの光が全く届かん。ミーのゴーグルでもはっきりは見通せん。明かり花の種も持ってくればよかったわい。持ってねえのかよ。それにしてもこの光には何じゃ。全くわからんが悪いもんではないようじゃ。光るね。そんなん見かけたっけ。あ、あれか。あれ、そういえばこの場所を最近地上に現れた祠の真下あたりじゃなかろうか。はあ、西の方で光ってるねも見てみたいぞい。ユーモハリアップじゃ。その光る根っこは地上の祠とつながってて、地上に上がれたりすんのか、もしかして。どうだ、そういうことなんじゃないの。でこの地底にもワープで来れるようになったりする。はあ、なんかなんだろう、ブレスオブザワイルドにおける、おおマップ、はあ、マップ情報を見れる場所でもあんのか。いや、そのブレスオブザワイルドにおける祠は割と科学力で作ったものって感じだったけど、本当にこれは不思議な力って感じだね。今作のは浜の根の輝きで周囲が照らされた。ん？何その体力表示は。回復したりすんのかな、ダメージ受けてたら。なるほど、これを調べたことによって周囲のマップがある程度わかる上に、やっぱりワープもできるね。はあ。でどうしよう。あ、てかそうか、明るく照らされたとかも書いてあったけど、ああ、明かり花の種がなくても明るく照らされてる。でその赤黒いところは渡れなさそうなので上から行く。どうやって来たんだよロベジー。ロベジー、うっ、知らない植物。強烈な匂いを放つ野生の花。この匂いを嗅ぐと前後不覚になり、一時的に味方と敵の区別がつかなくなるという。あ、混乱させる、香りを発する。これも敵に投げつけて使うんだな。でロベジー、次はどこ行った。ヘイユー生きとるか。ここはよく見たら正気だらけじゃ。なんでリンクを待たねえの。近づくとデンジャラス。明かり花なしではジ・エンドじゃぞ。ジャーが初めて地底に来たミーですらまだ生きておる。言うならノープロブレムじゃ。ミーのゴーグルに面白そうな影が映っとる。もしかしたらジョシアちゃんが探しとった人を模した何かかもしれん。そうだよな、その地底人がいるって話だったら攻撃的な人間がいるかもしれないってことだからね。行くな、一人でリンクがいるのに。西にある光る根のあたりまで先に行っとるぞい。死ゆすんじゃ。なんで文章でも同じノリなんだよ。あ、ちょっと待って、さささって読んじゃったから内容が一部頭に入ってない時もあんだよな。最後どこに行ったっつった。西にある光る根のあたりまで。西ね。まあマップまだまだよくわからないけど、方角くらいはわかるので、とにかく西の方に行ってみるか。爆弾花なんかも生えてるんだ。空島にも生えてたけどね、爆弾花は。でまた暗くなってきたから、こうしてこうしてこうね。で照らして進んでいこう。ロベジー、何？お、なんだ、誰かいるぞ。あ、人を模した何かってこいつらか。なんかボコブリンみたいな姿してねえか。地底のボコブリン、ちょっと強そうな雰囲気あるぞ。地上のボコブリンより。これちょっと一発かますか。間違えた、違う、これこれ火炎の実よ、火炎の実よ、ぶちかめー。どうだった、倒した。あ、でもまだ生きてんな。あ、見つかったけど、よっしゃー、返り討ちよ。
って、おー来た来た来た、モリブリン。見た目はモリブリンだな、地底モリブリン。あれ、いでー。あ、正気よりダメージを受けるとハートの最大値が減ってしまう。それどうやって直すんですか。うわー、危ねー。よく見切ったぜ今の。よし、まあそこまで強い相手ではない。1対1だったら、多対1になったら危険だけど、いてえ、うわーやべえ、体力どんどん減ってくな、まずいぞこれの直し方がわからんからね今んとこまだ。明かり花の種、明かり花の種、よいしょ、一旦ちょっと明るくして素材拾って、あ、そうだ、ゾナニウムは地底でたくさん拾えるってゴーレムに聞いたね。空島のゾナニウムが採掘できそうだ、ここは。はあ、でそいつもしかしていけるんじゃないの、不意打ち。それよし、気づかれずに大ダメージ、ステルスアタックで。ロベジーが向かったのはあれかな、あれ、さっきの光る根っこだ。ロベジーはあの辺に向かったはず。でまた暗くなってきた上に敵がいるから大変ね。これ明かり花の種いくらあっても足りないな。で、あー逃げちゃった、闇ホタルが逃げちゃったでしょうが、どうしてくれんだクソが。よし、あ、なんか飛んでるやついる、クソデカコウモリ、なんだこいつ、知らん敵だ、ちょ、まずいぞ、嫌で狙われてもいるし、こいつ先にやる、クソ、いや、クソー、やられたー、まっとうにやられた。あー、そういえば体力減ってんだったな、最大値が減るって言ってたから。よし、まず見張りから倒して、あ、気づいてねえぞー、うー、まぬけなボコブリンで助かったぜ。ほら、そしてもう一人、なぜわかった、くそ、今また不意打ちでやろうと思ったのに。でもこれでボコブリンは全部倒したはず。なんかあれか、さっき飛んでたやつ、コウモリっぽいやつ、あれに気づかれたのか、嫌がる。そうだそうだ、こいつはまだ倒せてねえわ。でもあとお前だけだぜ、来やがれ。今日のところはこのくらいにしといてやるよ。あっちが逃げたんだしね、こっちはやる気だったけど、逃げるんだったらしょうがないよ。あれ、もしかしてまた狙われてる、いつの間に。お、あ、え、なんだお前、え、どうした。ほぼ勝手に死んでたけど、なんで今落下してきたんだ、わからん。よし、この辺ももうすっかり真っ暗だけど、たどり着いたぜ。この根っこ触ったらまた、おー、ロベジーいいんじゃん、ロベジー、ロベジー見てる、すごいんだよこの根っこ、見ててねロベジー。まあスキップしますけど、これでまたこの辺が明るくなって、あ、あっちの明るいエリアとくっついた、明るい範囲が増えたね。こういうのを繰り返して地底のマップを作り上げていくのか。あ、あーなるほど、正気でやられたダメージここに来ると回復してくれるんだ。で、ロベジー、嫌がった、なんで先行くんだよ、見てた今の、なんとな、この光る根のようなもんはこんなにも穏やかな光を放つのか。ん、この感じは、おお、このスカスカしさ、まるで地上にいるかのようじゃ。それに気のせいか、なんだか体が癒されるような心地じゃわい。ああ、正気ダメージ回復できたな。いやいや、ヘイユー、やっと来よったか、何その乗りツッコミみたいな。いや、ユーに見せたいもんがあるんじゃ。
2本の足で立ち片腕を振り上げてるフォルム、あの石板に描かれてたのと同じか。ジョシアちゃんが言っておったかけらに描かれとった絵に似とらんか。そうか、じゃああの地底人はボコブリンたちのことじゃないのか。それ以外の人類もいる。今こそ写し絵の出番じゃ。そういや写し絵を使ったことなかったんじゃったな。いや、シーカーストーンでは散々使ったけど。おかしいの、写し絵はプラパッドの基本機能なんじゃが、ちょっとプラパッドを見せてくれんか。オーマイガンデス、写し絵とちょっとネイティブな発音やめろ。写し絵とハイラル図鑑がロックされとるではないか。ちょっとウェイタミニッツじゃ。もう普通に言え。ちょっと待ってって。確かこのボタンとこのスティックを押しながらここをタッチしてっと。やったー。あ、なんだ、その残ってたインストールのアプリの一つは写し絵か。でももう一つ何かインストールされるんだな。あ、図鑑ね。そうそうそう、これはブレスオブザワイルドにもありましたけど、武器とか生き物の写真撮って図鑑を作り上げるっていう。オーレイ、これで写し絵とハイラル図鑑も使えるようになったぞい。写し絵の動作テストも兼ねてそこの人型の像の写し絵を撮ってみるんじゃ。何事もレッツライ、まずは試してみるんじゃ。撮ったらちゃんとミーに見せるんじゃぞ。で、つまりこの画面で写し絵を選択して、で画角を自分で選んで写真撮るだけ。片腕を振り上げた彫像でもちゃんと顔が見える角度で撮りたいけどな。どうせならなんか高台とかないの。これ登れない。よし。あ、でも根っこに登っていい感じだと思ったけど、ちょっと角度が正面じゃないんだな。まあしょうがないか。ああ、この像を、この写真をジョシュアちゃんに見せてやろう。ヘイユー、どうじゃ。写し絵で人型の像を撮ったらハリアップ、早く見せてみるんじゃ。リンク一人でよくなかった。先に写し絵だけロック解除してもらってさ、ヘイユー、ベリーグッドな写し絵は撮んだかの。ビューティフォー、エクセレント、マーベラス、ビューティフォー。あ、一周しちゃった。うまく撮れとるようじゃな。これならジョシアちゃんも満足じゃろ。しかし優が光らせた根といい、ジョシアちゃんが調べとるこの像といい、じっくり腰を据えて調査すればいろんな発見がありそうな場所じゃな。ではミーは一足お先に戻っとるぞい。いやー、でもこの地底探索の優先度ってどのくらいなんだろうな。地上で気になる場所もまだまだあんのに。地底の探検なんてし始めたらもう時間いくらあってもだよね。監視取り出で私有すんじゃ。ジョシアちゃんはあまり待たせてないぞ。じゃあもう帰っていいのね、一旦。この根っこの場所にはいつでももうワープはしてこれるので、まあいつでも飛んでこれるんだから、とりあえず帰りましょう。あ、貴様何者だ。お前もしかして新聞社のもんか。リト族のね、リトの村の近くにあるんでしょ新聞社って。お、なんかでもこいつイケてんな。ちょっと天気が悪いけど。へえ、おや、そのシルエット、もしやさっき空を飛んでいたのは君だね。あ、見てた、眺望台の記念すべき第1号打ち上げの張本人に会えるとはありがたい。君名前は。リンクです。うんうん、リンクと。ん？リンクって君もしや。あのケン様と同じなじゃないか。うわー、出たー、この手のリアクション。はは、名前負けしないように頑張らないとな。名前以外の特徴知らねえのか。おっと失礼、俺は白爪。あ、やっぱ新聞社のもんだ。新聞社のペーンってもんだ。こんな特ダネを逃すとは。やめちまえよ記者。英雄に会えたのに。帳簿台指導のネタ早速記事にさせてもらうよ。英雄にインタビューするチャンスなのにやめちまえ記者。
じゃあ俺はこの辺で失礼するよ。人手不足であちこち行ったり来たりでね。君みたいな勇気ある若者が記者になってくれたらありがたいんだけどな。あ、もしかしてその手伝いするみたいな展開もある？記者の新聞社は北西のヘブラ地方にあるんだ。リトの村に続く橋のたもとだから、興味あったらぜひとも立ち寄ってみてくれよ。じゃあ。サッパーン。あ？何しに戻ってきたんだっけ。ああ、そうそう、ジョシアちゃんだ、ジョシアちゃん。ロベジート、ジョシアちゃん。いやあ、大成功でしたね。先にジョシアちゃんに話しかけてみようかな。Hey you! 戻ったか。クールな人型の像の写し絵をジョシアちゃんに見せてあげるんじゃ。ほら、こいつを見てくれ。これです。かけらに書かれているのはこれに違いないのです。ケイン様、ありがとうございますです。この写し絵を見る限り、かけらに書かれた像はやっぱり人をかたどったものだったのです。これは大発見なのです。まあでも人には会えなかったね。ボコブリンとか魔物はいたけど、つまり地底に人がいたってことなのです。もっと調べたらもっと痕跡が見つかるはず。さ、早速調査の続きを。それはリンクがやりますから。あ、でもその前に、ケン様には調査にご協力いただいたお礼にお渡ししようと思ってたものがあるのです。これ地底調査で見つかったゾナー文明の遺物と思われるものです。あ、ゾナニウム。不思議な力を感じるような気もするし、何かのエネルギーとかじゃないかと。まあそうだよな、ゾナニウムのことよく知らないよな。もしかしたらゼルダ様捜索の際に役に立つかもしれないので、ぜひお持ちください。ケン様のおかげでこのかけらが地底の謎を解く鍵だと分かりましたし、まずは収集物の中から同じようなかけらがないか探してみるのです。ロベジー、ケン様、調べてきてくれてありがとうなのです。ああ、喜んでいただけてよかった。あ、今のクリアした時の笑顔を写真に収めたかったな。行っちゃった。あ、でも、あーでもいいじゃん。あ、いい、なんかいい、いいよ。こう人の写真撮るのいいよな。なんか微妙にピント合わない時あるな。あ、いい、いいよ、すごくいいよ、ジョシュアちゃん。いいな、人々の写真撮るのいいな、すごく。ロベジー、ロベジー、あ、ロベジーもいいじゃん。なんか今目の回転キモかったけど、そのゴーグルのカタツムリの目に寄生する寄生生物みたいな動きしてたけど、しかしかっこよくなったな、プルは。子供ババアだったのに前作では。今プルアは何も言わん、うん、あら、リンク顔見せに来てくれたの。怪我とかはしてなさそうね。どう、お願いした4つの地方の調査は進んでる？全然進んでないです。地底行ってたんで。私はちょっと気になってる集落があって。お、何それ。そっちを調べてるところよ、うん、ハイダルの南東の、あ、かかりこ村。そう、かかりこ村先に行こうかなとか俺言ってたけど。へえ、プルアも興味あるんだ。ハテル地方にあるシーカー族の集落ね。輪っか状の珍しい形のゾナウ遺跡が集中的に落下しててね、うん、何か特別な理由があるんじゃないかと考えてるのよ。今はゾナウ調査隊の精鋭たちが調査に当たってくれてるわ。ゾナウのことを何か知りたかったら彼らに聞くのが手っ取り早いわよ。もし興味あるなら、うん、避難後の討伐隊本部にいるマップラに聞けば。チェッキー、わ、チェッキー、低音チェッキー。まあどうかから先に調べるかはちょっと悩むとこですけど、まあかかりこ村行ってみようかな。うん、この4つの場所と比べたらかかりこ村の方が近いはずなので、そっから行ってみようかなと思ってますね。あとなんかお金稼ぐ手段ないかな。服買ったりもしたいよな、装備品。いや、やることいっぱいあんな。地底の冒険もね、できるようになっちゃったし。で、地底ではたくさんゾナニウムが手に入るから、ゾナニウムを持ってまた始まりの空島行ったら、バッテリーと交換できたりとかするかもしれないし。やれることが増えてきた。楽しい。じゃあ一旦ちょっと中断させてもらおうかな。
また結構長いこと一気にやっちゃったので、まあとりあえずまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。